皆さんこんにちは。今回ご紹介するのはこちら、真骨調整法ファイズです。いや買ってきましたよ。いや発売日に投稿できてよかった。今日はこちらを皆さんと一緒に見ていきましょう。きっとやばいですよ。めちゃくちゃやばいと思いますよ。それでは行ってみよう。まずは箱から、そして横裏面。いやーかっこいいですね。なんか最初の写真ではなんか顔がちょっと横広な感じがしたんですけど、どうなってるんでしょうね。それでは開けていきましょう。誰かさ、真骨調整法の箱のうまい開け方知ってる？なかなか明るくないこれ。いややばい、めちゃくちゃかっこいい。もうこの時点でかっこいい。せーの、はい、中身はこんな感じ。まずは本体から。もう本物じゃん。やばくないですか。あ、顔もやっぱり治ってますね。これですよ、これだよ、これをみんな待ってたんだよ。いやー、10年の時を経て、やばすぎじゃないこれ。いやマジで手のひらに収まる本物なんだけど。うわ、足裏も細かく塗られてるわ。いやめっちゃかっこいい。続品はこのようになっております。手首は合計10個5種類ですね。手首も豊富です。そしてこちらのファイズギア、しっかり開閉ギミックもあり、なんとこの携帯の画面もしっかり印字されてますね。わあ、モールドもめっちゃ細かい。ガンモード、いやこちらも塗装綺麗だし細かいですね。いやすごくない？これよく見るとね、スマートブレインって多分書いてあるんだよね。ここ半端ない。そしてファイズショット、いやこちらもクリア素材が使われていて、いめちゃくちゃリアですね。ここは外れはしないんですが、非常に細かくさらによくできてます。すごいな。いやこのサイズでこれはやばいな。いやかっこよすぎる。こちらはミッションメモリーがない状態のファイズフォン、こちらも同じくしっかりと造形印字されております。すごく細かくよくできておりますね。ファイズポインター、こちらもクリア素材が使われていて、すごいですよ。このサイズでこの造形と塗装、すごいです。なんかすごいの一言しか出ないんだよさっきから。非常によくできております。そしてちょっとなんだかよくわかんないパーツ、あれこれなんだっけちょっとわかんないですけど、こちらもついてます。はい、可動を見ていきましょう。まずはいつも通り首の可動から、うつむきはここまで、そして首を持ち上げるのはここまで。首周りは非常によく動くと思います。そして腕はここまで。ファイズからここがなんと肩パーツがなんと胴体についてるんですね。なんかなんとも言えないなんか触り心地、ミョンってこうなんか伸びのある触り心地ですね。そして二の腕のロール、そして肘、スムーズに曲げられます。そして手首はだいぶ可動が広めですね。続いて腰の可動、うつむきはここまで、そしてのけぞり、そして腰の回転も非常によくグリングリン動きますね。腰もこのように無理なくスイングさせることができます。そして足の可動、足も非常にスムーズによく曲げることができます。そして開脚、
です。足も自然にロール稼働することができます。そして膝、そして足首、この足首当てみたいなものがすごく軟質パーツでよく曲がって、足首もすごく広い可動を持っています。内側もすごくよく曲がりますね。そしてベルト周りもしっかり動かすことができます。そしてちゃんとここも差し替えとかではなく可動で再現することができます。素晴らしい。全体的に可動がすごくスムーズに、かつめちゃくちゃ広いんですよ。このクオリティでこんなに可動が広いのは初めてなんじゃないかな。すごいですよ、本当にびっくりします。さすがの真骨頂製法ですね。ということでポージングを見ていきましょう。それではどうぞ。はい、ということで以上が真骨頂製法ファイズでした。いやもうなんか僕は以前のファイズも買ったことがあるんですが、そこから10年の時を経て、いや技術の進歩は凄まじいですね。今非転売ヤーに買い取られ非常に高くなっておりますが、まあ、でもそれぐらいの価値はあるんじゃないかなって思うぐらい素晴らしい商品だったと思います。ぜひ皆さんも購入してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またね。